田植え機ってどう回れば無駄なく綺麗に植えられるのか悩みますよね。しかも基本的には1年に1回しかしないので、去年のやり方を忘れちゃってるんですよね。なので解説動画作っちゃいました。この動画は4畳の田植え機で最後に外周を2周回るやり方を解説してます。ちなみにこれ田植え機の回り方として正解ってわけじゃなくて、やり方の一つです。現場によって違うのは当たり前なんで、まあ、あ、こんな方法もあるんだなぐらいで見てもらえれば。あと説明とかいいから動きだけ見せろって人向けに最後にアニメーションだけのチャプターも用意してるんで、とりあえず流し見でもどうぞ。田植え機についてるマーカーは進行の目安になる点線を田んぼにつけるための装置です。後方についている輪っか型のマーカーを転がすことで田んぼに点線がつきます。この点線が次に植える列の基準になるわけですね。前のセンターマーカーを後ろでつけた点線に重ねるようにすると、上管が自然と揃ってまっすぐ植えやすくなります。要はセンターマーカーで点線をトレースする感覚ですね。まず左右のマーカーを下ろします。このマーカーを転がすと田んぼに点線がつきます。左右のマーカーを同時に押すとその間隔は8畳分になります。なので最後に外周2周分のスペースを空けるために植えずに外周を回って点線を引くわけです。この線を目安に最初の植え付けをしていくので、ここがずれたら全部がずれる、無意味に見えるかもしれませんけど結構大事な工程です。じゃあ植え付け始めていきます。最初の一筋だけは最初につけた点線を全部の左マーカーに合わせて進みます。ここがずれるともう最初から全部が曲がっていくんで注意です。で、Uターンした後はセンターマーカーで点線をトレースするように運転します。これで次の乗がまっすぐに揃いやすくなります。手元ばかり見てると曲がりやすいので、手元と進行方向のゴールを交互に見ながら進むと安定します。ちなみにこれ 100% の確率でいわゆるお約束なんですけど、植え付けが曲がった田んぼを見ると近所のジジババが必ずいます。心が曲がってるから植え付けも曲がるんだよって、はい、まあ笑って鳴らしといてください。反応しても無駄なんで、こうして Uターンを繰り返して反対側まで進んでいけば内側が全部植えられるという流れです。じゃあ最後に残った外周を仕上げていきます。まず一番外側をぐるっと回って寝ます。でその後にそのすぐ内側をもう一周して植えることで端の上の腰をほぼゼロにできます。このやり方の目的は田んぼの四隅や外周ギリギリの部分を確実に埋めることなんですよ。多少苗を踏むリスクはあるんですけど、それよりも上の腰が見える田んぼの方が目立ちますからね。言葉で説明しても伝わりにくい部分なんで動画や図で見てもらった方が早いです。まあそんな感じで回り方一つで効率って全然変わるんで、一回覚えとけば来年でもなくて済むんじゃないかなと。でどうせ忘れるよって人はまたこの動画見ればいいだけなんで、とりあえずチャンネル登録とかしておけばいいんじゃないですかね。じゃあそんな感じで